はいどうも、なおちんです。さあ今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ皆さん、ヒューザとマイユは使ってますか？俺はね、主人公とアンルシア、ヒューザ、この3人はほぼ確定でパーティー入れてるんですよ。で、残り1枠を、その時の状況によって使い分ける感じだったんですけども、やっぱりね、マイユとヒューザ強い。うん、やっぱりアンルシアに目が行きがちなんだけども、マイユとヒューザも強キャラだよ。昔からそうなんだけども、ダウンロードコンテンツでさらに強くなったイメージですね。まずヒューザ、ヒューザはスキルがね、強化されましたよね。めちゃくちゃ強くなったね。まず天下無双、これが来たことによって、ダメージがぐんと上がりました。で、これよ、チャージタックル。チャージタックルが鬼のように強い。今まで、ショックを与える技って言ったら、マイユの闘魂一括か、ダストンのガラクタハンター。この二つで転ばせてたんだけども、もうね、チャージタックルでいい。これ普通の技だし、ほぼ 100% 決まるもんね。外したことほぼないかもしんない。うん、なのでもうヒューザはこの2つで間違いない。むちゃくちゃ強い。でマイユも超強くなって、コンを使ってたんだよね俺。コンを使って、集団戦で戦ってました。レベル上げを今までずっとやってたからね。その時はやっぱりコンで弾空投げ払い、これが間違いなく強かったんだけども、やっぱり素手が強い。素手、まあ集団戦の時はコンの方がいいんだけども、ボスと戦う時は間違いなく格闘が間違いないです。聖剣爆撃まず強いでしょ。で、新しく追加された爆裂脚、これが鬼のように強い。はい。まあ、とりあえず、ヒューザ、マイユ、アンルシア、主人公、この4人で戦っていきましょう。キラマジンが行きます。まだねアクセルギアがあと2つぐらい足りないかな。それを集めてるところです。で主人公は、やっぱり遊び人がいいんだけども、ちょっとね今は、レンジャーを使ってます。レンジャーでも全然強いね。全然いい。レボルスライザー使えるし、まあ百裂なめで、防御を下げることはできないんだけども、まあ十分なぐらいダメージ出せます。うん、まあレンジャーは火力が高い。いやいや火力はあんまり変わらないか。あ、なら遊び人でいいのか。遊び人の方が強いか。うん、まあいいや。でヒューザはもう間違いなく最初に開幕でチャージタックル入れてやれば敵突っ込むんで、もうやりたい放題になるんですよね。でレボルスライサーは効いてないのか。効いてないか。でもそれでもダメージはすごいよ。うん、で爆裂脚すごいダメージ与えます。連撃天武が今まではあったんだけども、これねテンション 100% 使ってちょっと使いにくかったよね。うん、クイーンオブハートとかいらない。もう爆裂脚だけを連発するだけでマイユはもう間違いないっすね。うん、あでさらに装備でこれ、巻いての服、これを装備できるっていうのもでかいよね。うん、この最高度プラス 6% これがついてることによって結構最高度をしてくれます。マイユは本当にアタッカーとしてはもうめちゃくちゃ強くなった。でもう倒せそうやね。レボルが当たってないにしても全然余裕でいけます。不死鳥天武もうほぼ無傷だもん。うん、敵と戦ったとしても爆裂脚。まあこの4人だったらあれだね、バイキルトがかからないっていうのはちょっと痛いかな。まあ開幕でかかることはあるんですけどね。うん、これバイキルト入れば8000とかいくからね、とんでもないダメージです。いけ。
で次主人公でレボル入れて、でヒューザで転ばせる。ああ聞いてないな。そうか、さっきも聞いてなかったから。ああなるほど、そうか、やっぱり遊び人だ。やっぱ違いは、あの異常状態の成功率 50%、 あれだ、間違いない。ああそうか、あれのあるなしで全然違うな。これ主人公はもう遊びに一択ですね。一択。最後これ打って、どんぐらい、かわし、かわりはせんでしょ。あ、いや、やっぱり連撃天武の方が強いわ。連撃天武の方が強いけども、でも連発できる爆裂脚を打った方がいい。まあ、最後の一発は連撃天武でもいいでしょうけどね。はい、ということで戻ってきました。ヒューザマユは間違いなく強い。で、主人公はやっぱり遊び人だな。やっぱりついてないもんね。異常状態にかけやすくなるやつが。あ、レンジャーはついてない。で、同じくブーメランを装備できる賢者にも異常状態の成功率はついてないですね。あー、これを見るとやっぱり遊び人なんだな。じゃあ異常だもん、これが、強さが。身の回り、力、最大 HP、MP、これも上がるし、やっぱこの異常状態の成功率プラス 50%、 これが強すぎるんだな。あー、なるほどね。レボルは必ず決まるもんと思ったら、これがあるから決まってたんだ。そうか、これレンジャーじゃないわ、遊び人だわ、強いのは。そうか、そういうことです。はい、ということで、遊び人は間違いなく強いということが分かりましたし、ヒューザとマイユも間違いなく強い。多分俺このパーティーで行くかもしれません。まあ、他のやつもね、もうちょっと使ってみて検討したいと思います。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。